リケン。はい、ということで皆さんどうもこんにちは、アリケンと申します。今日はマインクラフトの公式のリレーのね動画を出させてもらうことになったので、今日は初めてのアリケンサーバーマインクラフトということでやっていきたいと思います。で、今回はテーマがお正月ということで、お年玉バトルをこのメンツでやっていきたいと思います。はい、皆さんどうもー、イエーイ。取り慣れてない誰も。まあさすがにそろそろね、あの子供たちも多いということで、まあ中にはね、あの二十歳超えてる大人も混ざってるんですけど、みんなにお年玉をね配ろうと思って、今日はね、コンビニでAmazon ギフトカードをね8万円分買ってきました。やばー。まあただあげるのもねちょっと尺なので、まあダイヤモンドを探して早い者勝ちです。ダイヤモンドを3つ見つけた人から1万円配布していきたいと思います。でもルールがあります。渡すアイテムが僕のピッケルだけです。はい、あなたたちはね自分でピッケルを作れません。まず皆さんに、まずピッケルを1本ずつあげるので1人ずつ前に取りに来てください。はい、今回、はい、今回の意気込みファイヤー一言ずつ言っていこう。自己紹介も含めて。はい、実は後ろ向いてるファイヤーです。よろしくお願いします。はい、次。実は後ろ向いてるシュンシャンです。はい、次。なんか石のピッケルとか用意しとけばよかった。はい、ありがとうございます。サンギでした。一番まともなんだよな。はい、次。はい、今日もいいね。今日もいいね。今日もいいですね。今日もいいですね。はい、よろしく。はい、大丈夫なんですか。ちなみに、はい、次。メチウィシです。ちょっと頑張ります。はい、次。メキウィシです。わー、はい、次。イエーイ。はい、誰ですか。アドルジャスです。あ、これ大鳥ですか、もしかして。どうぞ。やばいな。ピッケルがなくなったらこの神社に来てください。ダイヤモンド、3つ見つけた人から、この神社に走ってきてください。1回目はダイヤモンド3個、2回目はダイヤモンド5個見つけたら2枚目ももらえるので。それでは皆さん準備はいいですか。はい、はい、はい。ブランチマイニング、洞窟を探しに行く、何でもありでございます。よーい、スタートー。俺が絶対5枚、5枚取ってやる。ピッケル、なんか夢あると出たんだけど。いや、あの、俺もいいんだけど、夢あると。いや、いいねー。でも俺、タイマス、あの、タイマス欲しいんだけど。出ないね。絶対キューちゃん出たじゃん。マジ。1個であってくれ、1個であってくれ。え、待って待って、1個であってくれ。2個。5分しか経ってない、5分しか。いや、もう、え、ちょっと待って、ちょっと待って、あった、やった、取ります。8万円分しかないですからね、皆さん。なんだから。だー、やった。ちょっと待って、やばい、俺が絶対に5枚もらう。ちょ、誰かチャレンジしに来いって。じゃあ行きます俺。あ、来た。早く俺それのために頑張って。じゃあ、あの何番目がいいですか。何番目がいいですか、上から。一番最初で。一番最初のやつ。じゃあ行きますよ。全力で鶏の真似してください。えぐ。ダメよ、メシダメだよ。全力だからね、全力。それではそんなメッシーさんの全力ニワトリまで3219。まあいいでしょう、いいでしょう。それでは、エンチャントしていきます。もうこれランダムで一番下のを使うからね。せーの、ドン。おお、いいんじゃない。もう正直これ、はい、メッシーさん一番下のってレベル30ってこと。そう、レベル30のやつをつけてあげるから。マジか、コンさんが。おお、やば、めっちゃ強いよ。アリケンさん、僕ミッション。はい、次。アリケンさん、何ですか。これどうですか。何個ですか。さあ、まず一人目。6個です。え、じゃあ3個分だけ回収します、俺が。はい、それではファイヤー1万円ゲット、おめでとうございます。イエーイ、おめでとうございます。さあ、どうも。おっと、ちょっと早いね、ペースが。6個でーす。あー、6個。いや、何でもあり。それじゃあコンさん、1枚獲得おめでとうございまーす。いや、すごい。さあ、もう2万円、残り6万円です。これ捨てるからさ、俺2回やるわ、このツルハシ。自分の人生でつけられた一番ひどいあだ名、お願いしてもいいですか。あの、高校の時に、まあ受験が終わってから、あの、急激に太り始めたんですよ。はい、だから、まあ、ちょっとこのデブの下積みの、がなくて、ちょっと、はい、
あの貧弱なデブっていうあーなるほど、なんかデブは強くないといけないのにね。そうなんだよ、確かに。なんか弱いデブっていうの、なんか かわいそうだから、じゃあレベル3エンチャントにしてあげるよ。じゃあかわいそう、かわいそうだから。じゃあいくよ、せーのドン。うわー、まあ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 、でもちょっと外れかな。はい、どうぞ。さあこれで頑張ってください。はい、次の人。え、すいません、まさかピッケルが壊れました。あ、なるほど。はい、それでは今一番好きな人へ愛のメッセージを。誰とは言わなくていいです。愛のメッセージをその人に向けて。好きな人、お母さんでもいい、そんな誰でもいいので、ドキドキ、愛のメッセージを、こちらを見てよろしくお願いします。最悪では 3,2,1 どうぞ。いつも美味しいご飯作ってくれてありがとう。これからも大から始まるやつ。ダイス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 大好きです。レベル3じゃ、レベル3持ってこい、ピッケル。いいの出ろ。うわ、微妙。ちょっと待って、これまた外れだわ、これ多分。はい、これ多分めちゃくちゃ外れだわ。もう最悪。さあ、どうもリザートさん、チャレンジしますか。じゃあいくよ。じゃあリザートさん、全力のゴリラの真似よろしくお願いします。ゴリラ、ゴリラ、まあまあまあいいでしょう。じゃあ思った5枚で痛いんだって。まあまあいいでしょう。じゃあいきます、せーのドン。あー、めっちゃいい当たりです。これが一番当たりだと思う。それ一番いいよ、それ。あ、強い、やば、普通に強い。え、なになに、いいな、もう帰ってきません。はい、何ですか。え、どういうことですか。何個ですか、見せてください。6個です。6個、見つけすぎじゃない。あとじゃあ3個僕にください。はい、それではQちゃんさん1万円獲得おめでとうございます。さあ、残り5万円です。ここで38分、残り11分になりました。残り11分です。現在3万円分かな、3万円分出ています。残り5万円分です。さあ皆さん頑張ってください。あ、だいやった。お前でもシルクタッチだぞ、お前シルクタッチ。引き込まれてる。お前シルクタッチだぞ。シルクタッチでどうするんや、お前。シルクタッチだから。ふざけんなよ。お前無理やり。今手元に3万円分ぐらいあるって。ぶっ壊してくれるから変われねえ。ふざけんなガチで。あれ、ダイヤ取ってないの、大丈夫それ。俺なんか初期のリストに湧いたんだけど。あ、やばい、やばい、それは11分で戻ってこれるかな。やべえ。あ、確かに生まれるかもしれない。やりますか、シンクさん、やりますか。チャレンジください。あ、ツナハシですか。じゃあ全力のカメハメハを見せてください。はい、それではいきます。シンクできそう。シンクさんの全力カメハメハ、3219かーめーはーめーはー合格だ、持ってけ。あ、めっちゃやばい、お前やばい、これ部下中あたり見てみ。やばいやばいやばい、早く行け早く行け早く行け。え、マジやばいっすよ、マジ取んないくださいね。マジ取んないくださいね。マジで取んないくださいね。さあ、急いでください。お年玉ですよ、皆さん。お年玉。あー、お前殺す。お前を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 殺す。誰ですか？5個、コウさん5個確認します。はい、確認できました、5個。よかった。それではコウさん2万円目2万円目獲得おめでとうございます。コウやろ。ザンギさんはあるんですか、ダイヤ。こんな奪い合いがあるのか。ザンギさん、ダイヤあるんですか。怖い、近づくな。おいや、おいや、水あげてもゲットしてんの。優しさ出てる、優しさ出てる。え、何個あんの、何個あんの。なんかこれちょっと待って、16個、10個ってことは、じゃあ一気に2万円分獲得おめでとうございます。これで残り時間、
待って、なんでそんな早いの？え、2回目9ちゃん5個、待って嘘でしょ1,2,3,4,5 5個、2万円目おめでとうございます。やばー、ラスト1個。さあ残り1万円、さあ誰が取るのか。かわいい、マジ。あ、ちょっと待って、どけ、あ、何ですか。え、まさか、1回目メシーさん、メシーさん1回目3つクリアで、これで8万円全部。メシー1万円獲得おめでとう。フィニッシュ。まあでも参加者って何人いる？ 1,2,3,4,5,6 何人だ、9人、8人これで全然8人で、俺が用意したのが8万。おお、スポンサーをリスペクトします。わかった、じゃあデザート1万円分けてあげる。優しい。紫色の人、この子多分もらってない。この子、この子もらってない。優しいじゃんね、私も。そしてあとはお前は限界ジンク、おめでとう。ありがとう、平和な。ね、みんなの好感度が上がるいい動画ですね。じゃあね、アリケンサーバーもね、来年に向けて皆さん頑張っていきましょう。じゃあみんなで最後お参りして終わるか。はい、でみんな、はい、来年の、はい、彼女できますように。僕は生配信とかをよくやってるんで、ね、初見さんの人もよかったらね、一度見に来てくれるとありがたいです。そんでもって、リレー配信なので、僕はね、トムさんから、バトンをね、もらってるんですけど、次、渡す人、ノバマンゲームズさんの方に皆さんね、よろしくお願いします。それじゃあ最後はコメントまたねで埋めてください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。またな。またなー。バイバーイ。バイバーイ。